バレちゃうわけですよ、そこら辺にいる方々に、はい、ね、顔ジャイアンツの選手がバット2本持って一流ホテル入っていくわけですよ、ね、これすごい恥ずかしいんですよ、隠してる、そうです、本当にもう、もうこんなのこうやって入れてもらうと、そうです、で、やっぱ素振りが始まるわけですよ、そこで、1回じゃないんですね、あ、何回もありましたよ、はい、突然思い立つんですかね、監督は。多分ね、突然時間できるんだと思いますよ、あちらがちょっと、あ、まだ時間あるなみたいな、うん、よし、松井もやろうか、みたいな、もうそういう感覚だと思いますよ、それありがとうございましたって帰る、そうです、やめてほしかった、まあ、前日に分かっていればありがたかったことありますよね、でもね、監督にそれは無理なんですよ、ね、おっしゃったことあるんですか、監督、言えるわけないじゃないですか、そんな言えないですよ、そんな、そう、はい、年齢を重ねた人にも使いやすい優しい家電が生まれました。野菜や魚が出し入れしやすい真ん中収納の冷蔵庫、持ち運びが負担にならない驚きの軽さの掃除機、今までにない暖かさを足元に届けるエアコン、誕生パナソニック J コンセプト。パナソニック、どうです、新しい掃除機は。本当に軽くてにっくり、ごめんね手伝わせて息子さん家出てだいぶ経つけど今も綺麗にしてますね。あれ、なんか出てきましたよ。まああの子ったらあなたの暮らしを家族のようにサポートします、パナソニックの店。パナソニック、パナソニックの超高精細 4K はテレビという概念を超えていく。バームズバー、映像で彩られた街は人々との新しい関係を築いていく。そう、自由自在に心を揺さぶる臨場感を、パナソニック 4K 映像ソリューション、常識という非常識を変えてしまえ、それがワンダーズ。巨人入団して、それで10年目で、はい、28歳で、はい、あっち行くと。そうです、はい。その決意はどういうお気持ちだったんですか。やはり野望があったんですか。野望っていうか、ちょうどその3、4年ぐらい前ですかね。向こうの試合を見に行ったんですよね。で、ちょうどその時にそのニューヨークのヤンキースタジアムで、まさに、はい、プレーオフの試合を見たんですけど。